みんなで高め合っていきたいんですけど、やっぱその同年代の人が普通の環境だとあんまりいないんですよ、格闘技の。でもああいう感じで集まれると嬉しいですね。嬉しいっていうか親近感が結構湧きます。そうですね、あれは僕が一番強いですマジでぶってないです。いいえ、真面目っすよ。ぶってないです。ぶってないです。真面目っすよ。うん、そうですね。一応先週いっぱいまでは遊んだんで、もうこっからは8月いっぱいはもうバイトやって練習して寝るっていう夏休みを送ります。問題ないです。もう全然バチコイです。はい、変わりません。決めに行くし、殴って KO で勝つし、全部やります。もうそんな関係ないです。関係なく殴って倒して決めるだけです。はい。こんなところで僕の目標は止まってられないんで、勝ちに行きます。そうですね、とりあえず8月完勝すればもう11月のゼストにはおそらく入っていけるんじゃないですかね、タイトルマッチ戦線に。で、今回倉岡選手と藤原選手が次期挑戦者になって、で藤原選手とタイトルマッチやったとしても最後は僕がベルトもらうんでお願いします。ゼストのチャンピオンっていうステータスが欲しいですね。10代でそのステータスがもらうことができれば、やっぱゼストから他団体に殴り込みだっていきたいし、そうですね、名前も売りたいですね、もっと。とりあえずステータスが欲しいです。いやもう関係ないっす。そうですね、ガンガンつけるつもりではいたんですけど、結果結局ドローになっちゃったんで、ちょっとモヤモヤが中途半端かなっていう感じになっちゃいましたね。最初の1ラウンド目が全然、まあ、動いてないっていうのもあって、まあ、相手の様子を見てしまったのもあったんですけど、まあ、2ラウンド目入ってやっとちょっとエンジンかかってきたので、まあ、だいぶ遅かったんですけど、でそれでやっぱ最終的にちょっと決められずに終わっちゃったんで、やっぱ最初が出だしがダメだなと、そこがやっぱ一番の反省かなと思いますね。ちょっと約半分ぐらいの年齢の今度はゴー君なんで、もっと動きが多分すごいんだろうなっていうのはありますね。いやもう動くなっていう、もうまた正反対の選手だなと思うんですけど、もうだいぶ動いてるんで、もうこれ振り回されたらちょっと危ないなっていうのはありますね。もう若さもありますし、やっぱり打撃も見てて当たってますし、まあ、寝技も多分自信があるんで、ああいう風に決める部分も多いと思うんですけど、だからまあ自分にとってはちょっと難しい相手ではあるかなとは思ってるんですけど、こう年齢がいっててもやっぱりテクニックとかある程度の経験がやっぱないと若い選手ともできないと思いますし、それがあるからこそ今の年齢でもやっぱり皆さん戦っていけるんだとは思いますね。そうですね、やっぱり、まあ、変な話、若い子にはやっぱり負けたくないっていうのは多分あると思うんですよ。だからまあ
経験じゃないですけど、やっぱりそれなりにやってきてるんで、やっぱりそんなねすぐに若い子に負けるようだ、もうそれはそれで終わりだと思うんで、まあ、その辺はやっぱり意地があるんで負けたくないのと、まあ彼に対しては別に、まあ郷選手に対してはそんなに何があるってわけじゃないんですけど、やっぱり彼を止めなきゃいけないなっていう考えもありますし、まあ、とりあえずそんなずっと無敗でいけるっていうほど甘くない世界っていうのを教えられたらなと思ってます。もうやっぱりじゃあ全力でストップ。そうですね。もうとりあえずストップかけないといけないと思ってますし。そうですね。息抜き、なんですかね。でも最近は映画ですかね。あとは街中で若い子を見ることですかね。いや夏だなっていうこう姿を見ながら、それ女性の方ですね。男性はどうでもいいんで、若い格好したお姉さんの姿を見て、ああ今年も夏が来たっていう、そんなリラックス方法ですかね。十分です。怒られそうだな、はい、楽しかった夏休みももう終わり。みんな宿題は終わったかな。宿題が終わった子もそうでない子も、夏の最後はゼストで締めくくろう。8月31日日曜日、リファ有明ゼスト42、チケット絶賛発売中。